はい、こんにちは、ライムです。今回はダークロードに新しいカードが3枚追加されました。皆さん大好きなね、まあ、ユニオンクロスで3ヶ月くらい前かな、3ヶ月の8月の頭に追加されたやつだよねのカードが、まあ、早くもこのイラストでダークロードの方にも登場したということになってます。で、こちらのまあ性能解説行って、で、今回のまあ主目的一番のメインコンテンツ何するかっていうと、まあ帰り出るまで回そうかなって普通に帰り出るまでちょっと回していこうかなって思うんですけど、まあとりあえず性能解説だね。で、今回ね、一応この3枚のカードが追加されてピックアップされてるガチャがあるっていうこともそうなんですけど、このブラックフライデーセールということで期間中10連ドローのお得なセール、普段だったらチケットドローだったらね10連するのに10枚使うんだけど、これが7枚になると10連ドローが、でかつジュエルだったら3000が2000ジュエルでガチャできるようになるんで、まああんまりねダークロードの方でチケットとか温存していた方はね、ここで使うのも全然ありなんじゃないかなというところです。まあ帰りは当てに行きたいからね、誰しもがね、全ての人類が、全人類が帰り当てに行きたいと思うので、うん、ここで全部使っちゃってもいいと思います。はい、ということで性能を見ていくんですけど、これびっくりしたよね。もうまたもうインフレ、1段階インフレしました。これまた前回のそのミッキーのね解説動画 したじゃないですか。僕ミッキー B だったかな、王様 B か、王様 B の性能解説したんですよ。あの BBS のイラストのやつね、あれめちゃくちゃ強いよと、ぶっ壊れカード出たなっていう話をしたんだよね。あれがサブアビリティでケアルくっついてたから、まあそのまあ普通にメインアタッカーとしても使えるし、そのサブで使ってもケアルの回復効果がつくから、まあかなり強いよねって話をしたんだよ。でも今回追加されたカードがなんと早くもそのミッキーを超えてきてしまった。まあちょっとね、まあメリットデメリットあるんですけど、うん、まあとりあえず一旦概要を読んでいこう。まず空がですね、光の、まあ緑の属性でトルネードで、初期威力が50、初期威力が50で最大値が100これ10ずつ上がっ10ずつじゃない、5ずつ上がっていくのかな、多分5ずつ威力が上がっていくタイプだと思うんだけど、で風属性の強魔法攻撃でサブアビリティでケアル2くっついてるんですよ。で初期威力はこれ20です。これ20の回復力持ってて、でマックスになると50っていうことだね。なんでまあ現行で見てももう最強なんだよ。威力的にはもう最強で100っていう値は、まあ、他のカードではまだ実装されてないので、まあ、最強クラスで、初期威力50ってのも過去最大、今まで初期威力最大値が40だったかな、だったんで40だか44だかぐらいだったと思うので、まあ最強のカードと、でかつこれメインアタッカーとして使ってももちろんねめちゃめちゃ強いし、サブアビリティとして使ってもケアルが発動するので、まあ問答無用で強いよ。これ問答無用で強い。ただネックがあるとすれば、皆さんお分かりの通りね、ダークロードってオートゲーなんですよ。基本放置しかしないゲームで、でまあこのゲームの仕様をね改めて思い返すと、威力が高いカードを優先的に使うっていう仕様があるんですよ。で既存のケアルの威力、最大威力が50なんだよね。威力50だからもうめちゃめちゃ空と被ってんだよ今回のカードとめちゃめちゃ被ってるんで、どうしても優先度から言うとこの空とかを優先的に使ってしまって、まあ他のね通常のケアルが発動できないとか、まああるいはその空をメインアタッカーで使うとサブアビリティのケアルがそもそも発動しないよねっていう状態になるんだよねぶっ壊れはぶっ壊れなんだけど、ちょっとダークロードの仕様のおかげで、うーん、そんなになんて言うんだろう、ちょっと威力強すぎちゃう
強すぎちゃうんだよね。だから、なんていうのかな、あの、時代の先を行きすぎちゃったる、通り過ぎちゃってる。今のこのダークロードの環境の先を行きすぎちゃって、追いついてないんだよね。ダークロードの環境の方が追いついてないんだよね。だから、例えばケアル、ケアルの最大威力が、まあ、ケアルラとか出てくれればいいんだけどね。ケアルラが出て、まあ、威力、例えばマックスが70とかね。ってなってくれれば、その新しいケアルラを優先して、こっちの空の方が、まあ、あの、サブアビリティとしてケアルが発動する。ケアルラとケアルが発動するみたいな状況がベストなんだけど、これはね、まあ、威力が、まあ、50なん、並んじゃってんだよね、だから。その場合によりけりだけど、だから、そう、あの、必ずしも、その、ケアルを優先するわけじゃなくて、全然こっちを優先にして使ったりとかっていう場面もあるので、その辺、ちょっとね、だから、使いにくさはあると思う。で、これ、一回でも突っちゃったら、もう確定で、ケアルよりも威力が高くなってしまうので、確実にこっちをメインに使ってしまうんだよ。で、ケアルとかをサブで使って消費するとか、そういうことも出てきてしまうので、だから、なぁ、ちょっとね、ちょっと厳しいかなって思う、これ。今の環境で、要はだから、ケアルの基本威力の50を超えてる時点で安定度がどんどん下がっちゃうから、あんまり入れたくないんだよね、むしろ。50以上の威力のカードを。っていう環境なので、ちょっと先行きすぎちゃったね。てか運営がもう絶対耳に届いてるはずなんだから、その優先度、ケアルの優先度を最高にするなんかオプションで設定とかしてくれればいいのに、仕様変更とかしてくれればそれだけで済むんですよ。わざわざなんかカード、新しいカード出ても新しいカード引いたら負けみたいな謎システムなんだよね。そんなゲーム売れるわけねえじゃんっていうところがあるんだけど、だからそうなんだよ、もったいないね。だからぶっ壊れはぶっ壊れなんで、ちょっとぶっ壊れすぎちゃってちょっと使えないみたいな感じなのがちょっと残念ですね。はい。で、まあその他のこのリクとカイリについても、さっき言った空と同じ理由というか、空と同じことが、全く同じことが言えるのであれなんですけど、だからちょっと違う点だけ話すね。空と違うところ、もちろん、リクとカイリについても、今のところの現状のカードで言えば、ぶっ壊れ性能。今までで一番強い、最強のカードになってるんで、間違いなく強いんだけど、さっき言った空みたいなことが起こりかねないです。で、リクの方がですね、あの、光の赤属性で、サブアビリティでディフェンスダウン。これ10秒間敵の防御力マイナス3。これ防御デバフ初じゃないかな、多分。僕が記憶してる中では。うん、防御デバフのカード初めてだと思うので、これがどれぐらいの効果が出る、影響が出るかはちょっと分かんないんだけど、使ってみないと。まあ今までのダークロードの、まあ、バフの効果とか考えるに、そこまで劇的に変わるものではないと思うけどね。なんかユニクロとかさ、アンチェインドキーとかの頃はさ、その防御デバフ1段階とか2段階、まあ、特に3段階なんか上がっちゃうと、もう全然ダメージが変わってきちゃうよみたいな。結構、まあ、ユニクロとアンチェンドキーが結構防御力とか攻撃力に、まあ、重きを置いてる計算式、ダメージの計算式になってるから、だいぶ変わったけど、ダークロードはさほどね、そこまで影響ないようになってる。まあ、ユニクロを、まあ、反面教師にしたのかわからないけど、バフ、今のところそんなバフ、デバフに関して、驚異的なね、それもうバフデバフがないと話にならないよっていうゲーム性じゃないので、そこまで期待はできないけど、まあたまたまなんかの流れでたまたま防御デバフが発動すれば、まあラッキーだよねぐらいだよ、ですよ。うん。で、敵倒した時点でデバフに関してはね、消えてしまうので、効果がバフと違ってね。バフだったら自分にかけるやつだから、敵が変わろうが倒してしまおうが全然関係ないんだけど、だからその点がちょっと注意だね。むしろだからバフの方がいいのかもしれない、どちらかというと。まあその防御力のデバフの効果次第だけどね、実際どれぐらいダメージが変わるかわからないので。うん。で、あとカイリーですよ、皆さん大好き。これが光の青属性で、正属性の強物理攻撃、物理攻撃なんだね、魔法じゃねえんだっていう
まあ、あの、キングダムハーツ3の、あのリマインドとかでね、散々あのキーブレードで叩いてたし、魔法も使ってた気がするけど、まあ、散々叩いてたので、まあ、まあ、いいのかっていう、ディスティニープレイスで殴ってる体だね、これね。で、効果がゲージアップだね。ボーナスタイムゲージを貯める。カードが重なっても効果値は変わらない。まあ、これはあれだ。あの、無印の帰りかな。帰りのカード。あれが、そもそもの普通のメインの効果の浴び内容がゲージアップだったんで、それが、この新しい帰り、アタッカーとしても使えるし、サブで使っても、まあ、ゲージが貯められるよっていうタイプですね。まあ、これに関してはそこまで、その、ボナタイ貯めることに関してはそこまでかな。要はたかが知れてるからね、言ってもね、ボナタイに関してはね。であと結構その運ゲー、その時出たカードとか、まあ、敵によってだいぶこうボナタイの上昇幅というかもう変わってくるから、なんとも言えませんが、これ1枚入れただけでその劇的に、例えばね、10時間放置した中ですごくか、あの討伐数が一気に、これ入れただけで同じ時間なのに200体上がったとか100体上がったとか、そんなレベルで変わるものでは、全くないと思うので、変わっても賞味、まあ数体とかのレベルの話だと思うので、まああったらいいよねみたいな。たまたま発動すれば、まあ、ないよりは全然マシみたいなぐらいだと思うので、だから実際の効果内容の凄さで言えば、やっぱケアルだよね。サブアビリティケアルの凄さ。ただ、このサブアビリティを発動するためには全威力、初期威力がもう50あるんで、それ以上のカードをメインで使ってないと、そもそもサブアビリティで使えないから、発動しないからね。そこだけ注意かな。で、あとケアルとも威力が被ってしまってるんで、優先度としてはちょっとデッキに入れにくい。ってところを踏まえた上でガチャやります。そうなんだよ。結局引いても使えないっていう可能性も出てくるからね。いやー、なんていうか、ほんと仕様変えてほしいわ。なんか、ちょっともったいないよね。で、一応これピックアップされてて、提供割合が1つ 0.889。まあ、約 0.9% か。1枚あたりね、1枚あたり 0.9%。だから3枚含めて 2.7% だね。どれでもいいから欲しいって人は 2.7% の確率で当たるんで、まあ、そこそこ高いかな。そこそこ高い。ユニクロとかよりは全然高いからね。今のステンドグラスとか 0.5% か、だったりするから。で、7枚なんで、ちょっとまあ、持ってるカードで頑張りたいけど、まあ、最悪別に出なかったら、ね、そのダークロードの唯一の良心というか、ポイントで交換できるんだよね。ダークロードはね、カードが。それはね、あの、優しいなぁとは思うけど、そう。赤のリバースのカード欲しいんだよな。ちょっとね、サイクスとか、なんかね、マイナス効果のやつが多いんだよね。赤のリバースって。なんか、もっとね、赤のリバースで強いの欲しいんですよ、僕。あの、マイナス効果がないやつ、ゼクシオン。メテオミラージュ、火の強魔法攻撃。バフついてる。これぐらいの威力が一番ちょうどいいと思うよ、僕は。これ。この辺が一番ちょうどいいよね。しかも、あんまイメージないけど、ゼクシオン火属性なんだね。これぐらいの威力が一番、威力38で、かつサブアビリティで、魔法バフ。いや、いいね。これぐらいの塩梅が今一番いいよ。いや、空も威力38でよかったな、むしろ。威力38で、なんだろう、最大100とか。40連目、40連目かな。40連目だよね、多分そうだと言ってくれ。多分40連目だと思う。でーん。ポイントがめちゃくちゃ溜まってく。でん、50連目。ポイントがめちゃくちゃ溜まってく。いやー、愛の力で帰りパッと出てほしいな。空がパッと出た。トルネード、ケアル2。まあいいんだけど、なかなかこれサブアビリティ出るタイミングないでしょっていうところが、肝だね。
はい、60連目。どうなんでしょう。ちょっと使ってみないとだね。陸。陸結構初期の方か。ラストアルカナム。まあ、赤闇が強化されていくのがいい。さあ、何連目？ 60 連目か70連目ぐらい。雑。あ、帰り。帰り。この帰りね、この帰り、あ、もうプラス10までいってたのか。ゲージアップ。これがサブアビリティでくっつくってことだね。そう。これね、このサポート系のアビに関しては絶対優先度下なので使わないんだよね、威力がないやつは。そもそもオートじゃ絶対使わないカードだから。それがまあサブアビリティとなったことで、陸が出た。サブアビリティとなったことで一応そのオートでもボナタイアップが使われるようになったってのはいいことなのかもしれないけど、なぜ出ないかね、カエリさん。ソラリクが出てなぜカエリが出ないかね。順番通りに出るのこれ。謎のフリーズしたわ。謎フリーズ。HP 10% 消費か。はい。何連目でしょう。さあ、私は何連目でしょう。おわ、出た。100連いってないね。80連目ぐらいじゃないこれ。オッケーオッケー。3枚全部出たわ。オッケー。ラピードストーム。これ、まあ、威力だんだん高くなってきたね。威力40になったわ。40もあれば結構使いやすいと思うね。オッケー。ちょっと使ってみるか。実際、この新しいモーションを。せっかくだしね。オッケー。新規カードが増えてきた。さあ、お任せでいくよ。いくよ。いくよ。いや、ケアルより優先の高いのはあんまり良くないけどね。ちょっとオートで実際使ってみるよ。どんな感じになっていくのか。ケアル使った、リク使う、ブレイズエンドズゴーン。リク、ブレイズエンドズゴーン。あ、帰り、ホーリーレイド来るよ。ホーリーレイド帰り来るよ。あー、これあれだね。あ、空見れなかった。カイリ使うよ。ホーリーレイド、ホーリーレイド。名前が出てこないあのモーションと一緒だ。リク、ブレイズエンド。空のモーション見たいな。空来ない。めちゃめちゃカイリ使うじゃん。めちゃめちゃカイリ。あ、次空来る。次空来るよ。みんな空来るからね。あ、空使ってたわさっき。トルネードね、あれと一緒だ。なるほど。あ、まあ、まあこれぐらいの難易度だったら別にいいのか。なんかもうあからさまに弱いところ、この芝の上級とか、これぐらいの難易度だったら、その別にケアル使わなくても別に勝てちゃうみたいなところだったらいいかもしれないけどって感じだね。これ見るとやっぱりあれだ、威力50もあるから基本、ほら、基本もう帰りしか使わねえ。基本この3枚しか使わなくなっちゃうよね、これ威力高すぎて。優先度が高い。つえ、1095とか出たね今ね。今弱点だったってのもあるけど、はい、帰りが強い。まあそんな感じですよ皆さん。やっぱりだからケアルの優先度がめちゃめちゃ下がってしまうので、ちょっとバトルがギリギリ回復何回かしないと勝てないようなところだったら外さないといけない。だから自分より明らかに敵が弱いところだね、難易度が低いところで、まあちゃっちゃか周回したいよっていう時に向いてるから、だからデッキは変えないといけないね、その都度ね、やっぱりね。こんだけ威力高いカードが出てきちゃうと。うん。はい。だから当面、だから、まあ、今後か。今後インフレした時に、例えば初期威力が60のカードとかが出てくれば、
その今ね持ってるカイリとかリクとかソラに関してはそのメインカードで優先度が下がるのでサバビリティでね使えるっていう時が出てくると思うので、まあ今後のインフレだね。やっぱり未来ちょっと未来に走りすぎちゃったね。ダークロードがちょっと先に行きすぎた。うん、まあ悪くはないね、悪くない。今持ってても別に損することでは全くないので、まあうんって感じ。焦る必要は全くないけど、今はねちょっとブラックライデーセールで安くなってるっていうところもあるんで、チケット結構余らせてる人はねここである程度回してカード揃えてもいいかもしれないって感じがします。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。